ボフォース5 7ト、mm、ル砲は、ボフォース社が開発した、対艦、対空両用の艦砲。優れた、速射能力、追随能力を備え、各国で使用されてきたほか、最新バージョンは、アメリカ海軍及び沿岸警備隊の艦船に、大量採用されている。ボフォース5 7ト、mm、ル砲は、元来、スウェーデン海軍より高速魚雷艇に搭載する。 療養法としての要求を受けて、1964年より開発を開始したものである。従来は 40mm 法を使用していたが、航空機の高速化に対し、これでは威力不足であると考えられた。一方、中高警報として広く用いられていた3インチ砲では、重量が課題すぎた。このことからボフォース社は、 従来の 40mm 砲をベースにした 57mm 砲の新規開発を決定した。スウェーデン海軍のノーショーピング級魚雷艇に装備されたボホース 57mm マーク1最初に開発されたマーク1は1966年にスウェーデン海軍に正式採用された。本砲は砲室内に人員の配置を要する有人砲で砲手1名。 装填手2名が配置されている。また、下部の弾薬庫には、球団で2名が配置されており、弾薬庫から、溶弾塔への球団、溶弾塔から放室内の即応準備ラックへの球団、即応準備ラックから放備弾装への装填はすべて人力で行われる。弾薬庫の球団手は、2発ずつクリップに止められた砲弾を、溶弾塔に球団する。溶弾塔は2本あり、 救弾された砲弾は砲室内、砲の尾部左右に配置された溶弾口から取り出され、砲室内の即応準備弾ラックに収納される。即応準備弾ラックは、左右に2機ずつ、計4機があり、計32発を収納できる。したがって、即応準備弾は128発である。砲の尾部には、大型の箱型弾倉が設置されており、左右に配置された。 装填手は2発ずつのクリップをラックから取り出し、水平状態で断層上部より装填する。放出は強化プラスチック製の箱型で、側部には2インチ対戦ロケットの発射レールが装備されている。砲弾は対空用の近接新艦弾と対水上用の地発新艦弾があるが、いずれも 57X438mm、重量は 5.9kg である。 本法の初の搭載例は、スウェーデン海軍のスピカ I 級高速魚雷艇であった。従来の魚雷艇の搭載する砲は 40mm 砲までであったが、スウェーデン海軍は魚雷艇を砲艇としても運用するというコンセプトの元、美砲の大型化を決定していた。また、優秀な運用成績から続くスピカ通級、球人級にも搭載されたほか、海外にも輸出され、 生産数は80機に達した。スウェーデン海軍、ノルウェー沿岸警備隊、フィンランド海軍、オランダ海軍、クロアチア海軍、モンテネグロ海軍、アイルランド海軍、バングラデシュ海軍、インドネシア海軍、マンダウクラス、マレーシア海軍、シンガポール海軍、タイ海軍、ボフォース 57mm マーク、2マーク1の成功を踏まえ、ボフォース社はこれを改良し、高性能化を図ることにした。その開発の主眼は、 砲室内の完全無人化と砲弾の改良による射程延伸と撃破効果の向上に置かれた。その開発は1982年に完了し、75系 57mm 砲マーク2として発表された。本砲は砲塔が無人化された完全自動砲で、これにより砲塔は大幅に小型化できた。弾薬庫内に2名の球弾種が配置され、 二発ずつを二本の溶弾灯に球弾するところまでは同じだが、砲塔内の機構は完全に自動化されている。溶弾灯により砲室内に球弾された砲弾は自動的に40度の装填角に押し上げられ、箱型弾層に20発装填される。本砲はこの20発弾層を左右の溶弾灯につきそれぞれ3個有しており、120発の即応準備弾を有することになる。 また、球団が2系統で行われることになるので、2種類の異なった魂の砲弾を並行して射撃することができる。この機構により、本砲は220発、分の発射速度を実現した。カナダ海軍、インドネシア海軍、マレーシア海軍、スウェーデン海軍、メキシコ海軍マーク、3は砲の作動メカニズムは、マーク2のものを流用しつつ、 ボフォース社の画期的新砲弾である 3P 弾など、新しいテクノロジーに対応するように改良したものである。また、マーク2と同様の通常型低体積砲弾に加え、新型のステルス砲弾も開発された。これは、射撃しない時には砲身に深くをかけて、砲弾内に格納するという、思い切った手法によりステルス性を確保するものである。 アメリカ海軍の沿海域戦闘艦や、アメリカ沿岸警備隊のバーソルフ級カッターにおいて、マーク116として採用されており、アメリカ海軍の新しい標準的な中高警報として、近距離での対空、対水上戦闘に用いられることが予想される。ただし、ズムールと旧ミサイル駆逐艦への搭載は中止されている。フィンランド海軍、スウェーデン海軍、メキシコ海軍。 ブルネー海軍アメリカ海軍アメリカ沿岸警備隊マーク3マーク116ハットなお、画期的な軽量3インチ砲であるイタリア製のオートメラーラ 76mm 砲は本砲と同世代で、この時点ではまだ開発以前の段階であった ABCDE ネーバルベッセルズアズビルトバイラーソン GMBHLURSSEN.com 2011年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年1月7日閲覧ネイビースワップスワウトアンチスワームボートガンズオン DDG-1000S ビデオありがとうございます